ジャック・ボーカーソンというです、ね、フランンスのカ、ね、人形師ですね。ボーカーソンはです、ね、水を飲むアヒルっていうのを作ってです、ね、これはまたヨーロッパで,ですねからくりで大興行いろんな町で,です、ね、次から次へジュネーブパリであのルクセンブルグっていう風にですねいろんな町でですね、えー、興行してです、ね、そこで水を飲むアヒルのからくり人形なんですけどこれがすごい精密で評判を読みました。 でジャック・ボーカーソンはもともとは時計師になりたかったんですけどもです、ね、18歳で,です、ね、貴族に雇われてで機械の館というかです、ね、工具がいっぱい入ったあの納屋を与えられてです、ね、ここで好きなように物を作れと言われるんですね。でいや本当に好きにつきっていいんですかというふうなことでいきなり時計師になりたかった技術を駆使してです、ね、ロボットを次々と生み出すんです。これが、後にそのアヒルとかです、ね、あとペンで、 だろう自分のサインをするアラビア人のロボットとかです、ね、いろんなカラクリを生み出したんですけども給仕ロボットだったかな。なんかお客さんにお茶出したりお茶を下げたりするというカラクリ人形みたいなものをやろうとしたんですね。しかしこれが 神を冒涜するものだとしてですね、警察にですね、通報されてですねで、警察がですね、その機械の館と呼ばれる納屋をですね、火を放って燃やしてしまったんですね。で、ジャック・ボーカーソン、もうダメだというふうなことでですね、もうからくり師というかですね、ペテン師みたいな商売なんですけども、見せ物小屋で働くことを決意してですね、そこから先、いろんなものを作りました。アヒルはジャック・ボーカーソンの最高傑作ですね。何かというとですね、400以上の稼働部品でできていて、羽ばたくことができて水を飲み、 穀物、餌をいんで、でで消化して、排泄すすることができたっていうんですね。もちろん排泄といってもなんかの胃の中で排泄するんではなくてそれとは別にあらかじめ作られた人工的な糞みたいなものを肛門から出すということなんですけどもとりあえず当時の人たちはですねそんなからくり後世の僕らはそのジャック・ボーカーソンのアヒルこれ現存してないんですよね全て失われたんですけどもボーカーソンが描いたですね真横から描いた図面だけが残ってるんですね。だから、そういうういいのののを見て、ジャック・ボーカーソンは、 ああこういう仕掛けなんなんてある程度わかるんですけども、でもその当時のカラクリ掛けを見に来た人たちっていうのは、もうあの機械のアヒルは本当に生きているというふうに思い込んだんですね。そんな時代でした。これによってですね、18世紀にですね、実はカラクリ人形ブームっていうのが起こってるんですよね。